皆さんこんばんは。剣士ジェネシスというところでね、昨日ですね、自分が出張中配信ができなかったっていう時にやっていたタルコフというゲームですね。まあ途中やられてしまったんですけれども、まあ、あのゲームをやっていた時に、まあこちらの方動画やっていきますよって話をさせていただいて、まあ一応動画としてはそのタルコフの後に上げるような形で動画を撮ろうかなと思って今そんな感じで話してるんですけど、以前ですね、コメントの方でですね、大型モッドがあるということでね、いただいたのでちょっと調べてみたんですね、こちらのジェネシスモッドで。まあ久しぶりにやるしっていうこと で若干忘れちゃってる部分もありますんで、まあまた新たな気持ちでやるのもいいんじゃないかなというところで、まあセカンドシーズンっていう感じですかね。で、こちらの方やっていこうと決めましたというところで、まあジェネシスモッドちょっと詳しくちゃんと見てないんですけど、まあいろいろと新しい難易度のものが追加されてるのかな。たり、あと多分アタックスロットは5とかね、舞台のあの上サイズとかも多分256とかと、なんかいろいろ追加されてる、追加っていうのかな、いろんなモッドが組み込まれてるって言った方がいいのかな、ものになるかと思いますんで、早速ねやっていきたいと思います。で、今回私が遊ぶのはちらっと覗いたんですけども、これじゃなくてこれですね、コンフュージョン難易度グッドラックということでね、What's the hell? ということで、まあ、やばいスタートですよというので、今回はこれで遊んでいきたいなと思います。まあ、860時間のプレイを一応やってはいたのでね、初心者ではないだろうということで、まあ一番最悪な難易度でちょっとやってみようじゃないかなというところで始めていきたいと思います。ちょっとね、花粉症でね、鼻もやばいんでね、あんまし長くできないかもしれないですけどね、初回は。まあ、どんな感じなのかちょっと見ていきながらね、やっていけたらなと思います。いやー、これちょろっと覗いたんですけどね、やばそうでしたね。あれ、固まっちゃったけど大丈夫かな？ああ、大丈夫そうですね。結構読み込んでますね。今のうちに鼻かんどこうかな。ああ、始まった。ああ、じゃあせっかくなんでね、自分の名前でいきましょうか。はい、レッドシャンクということで、グリーンランド人ですね、の男性でやっていきたいなと思います。ランダムか、こんな感じの男性でいきましょうか。ちょっと待って、おかしいな、俺が始まった時安全なとこから始まったんだけどな、どうなってんだこれ。え、マジか。あー、なるほど、装備ランダムですね。いや、装備ランダムっていうかさ、え、ちょっと待って、だよね、ちょっと待ってあー、マジか、ステータスもランダムだこれ。しかも近接攻撃マイナス79ってやべえな、当たんねえんじゃねえ、攻撃これ当たんのかこれ。で、筋力がマイナス26、これ出だし、ちょっと待って、これ逃げれんのか、場所どこだ、ここ重量超過なんだよね、これいきなし終わっちゃうパターンじゃないですかね。ちょっとマップはモングレル近いですね。モングレルどこ、モングレルの入り口どこだ、あれ、入り口あの奥かな、ちょっとこの先見れないね、あれ、どっちだっけ、
いや、それ分かんないとね、もう助かんないよね、これね。ああ、モングレル、お金ないんだよね。あ、あるね、モングレルあって、多分向こうの方だな、入り口。あれだな、入り口。で、俺がいる場所、ここ。で、重量超過。これ、まずいんじゃない？重いもん捨てようか。10キロ。もうダメだ。捨てないとダメかもしんない。いや、重量、マジで重量超過。これは、武器は捨てたくないな。これとこれでどう？これでも重量超過なの？やばいんじゃない？ちょっと待って、もう、ちょっと待って、もう走れないじゃん。いや、走りマークになってるよね。能力値はそうでもないんだけど。マジで言ってんの？これで重量超過って、武器も捨てろとか言ってる。1キロだけど。マイナス3じゃん。うわ、もうこれ、もう助かんないんじゃない？これ。はい、ということでね。このざまですよ。ピッキングもできない。おかしいな。もう、スタートで終わったな。モングレルたどり着く前にもう、始まってこれですよ。もう、生贄に捧げられるという感じで。早かったな。超絶難易度っていうか無理だったな。道具捨てても、走れればまだなんとかなったんですけど、もう、開始、ちょっとでお亡くなりになってしまったということでね。まあ、新しいゲームですよね。こういうことですよ。まあね、たかだか1回。たかだか1回ですから。今回のはね、ちょっとね、悪すぎた。走って逃げれればまだね、モングレル行けたんですけど、ちょっとさすがに無理だったね。第2のレッドシャンクが今生まれますんでね、少々お待ちください。もうスキンヘッドでちょこのこ本体つけてしょう。うわ、ちょっと待って。いきなしさ、懸賞金見ていただくとわかるんですけど、まあ、ほぼほぼ敵対してるんですよ。見ていただくとわかるんですけど。で、これどこで湧いたの？ここ。これどこで湧いたんですか？初めて見る土地じゃないですかね、ここね。ボーンとかのとこか。で、能力値は？筋力マイナス4。まだマシだな。近接攻撃マイナス81で絶望的ですけど。運動能力は比較的高いですね。器用さが絶望的。で、持ってる装備は？こんな感じか。逃げれるってか重いんだけども。この時点で重いってやばいでしょ。筋力マイナス4ってさ。何捨てる？捨てるっつってもさ、靴、これも捨てるしかないね。軽量だった。逃げれるって話よね、これも。もう、だって。だよね。これ逃げれんのかい、これ。やべえじゃん。誰これ？何これ？見たことないんだけど、このキャラクターたち。いや、もうさ、ダメじゃん、こういうの。あ、ちょっと待って。なんかやってんじゃない？ラッキーだな。この変なボーンドッグみたいなのをかぶってる人と、
ピークシングル頭かぶってる人たちが戦うみたいなんでね、私はこれを機に乗じて逃げるしかないですね。利用させていただきましょう。このでかいピークシングルやばいでしょ。だよね、98だよね。あれ、おかしいな、もう気絶しちゃったな。始まった瞬間にこれかよ。どこ連れてかれちゃうの俺。もう死にかけなんだけど。ダメよそれ。一番やっちゃいけないやつじゃん。うわ、動物が強すぎるんだわ。治療もしてくんないのこれ。まさか治療もしてくんないじゃんこれ。3000万だもんね、賞金首。いや、それじゃ死んじゃうって。治療、無視完全に。また始まって数秒でお亡くなりになっちゃうじゃないこれ。ついまわれちゃうんじゃない。治療ぐらいしてくれないの。隣でお亡くなりになってるもん。ダメじゃん。まだまだ3度目の正直っていうからね。おかしいな、俺の時そんなひどくなかったんだけどな。名前レッドシャンクにするといけないのかな。サントさんでいこうか。じゃあ装備的には何持ってるかな。やっぱ刀持ってるっぽそうですね。そう、今回の始まりはいいんじゃないでしょうか。まだどうでしょうね。ここでしょ。いいとこから始まったね。問題は出たよ。また重量超過だよ。筋力いくつよ。マイナス31か。きついな。出会ったら逃げれないんですよね。火事と防具ね、作れってか。サーベルが高い。回避術は高いですね、幸い。ただなんかでマイナスされてね、すげえ。ペナルティ、負荷ペナルティでさ、最終的にマイナス18なんだけど。こっからどう生き抜くかなんですよね。極力人と会わないような感じでいきたいとこですけど、まずね、ご飯がない。ので、ご飯をゲットしたいんだけど、あ、ちょっと見づれえな。ここら辺があれかな？なんだっけ？忘れちゃった。ハンターテックハンターのとこですよね、多分。ワールドエンドだっけ？そうすると、ここら辺にね、食料あると思った。じゃあ、そっちの方向かっていきましょうよ、というとこなんですけど、見ての通り、筋力もりもり上がってると思うんですけど、こんなじゃいつになってもね、たどり着かねえと思ったよな。何戦ってる？侍。あれ、ちょっと待って。懸賞金は？いや、都市連合追われてるよね。で、ホーリーネーションいるでしょ？装備は3度も無理だし、ちょっとあれは避けたいですね。で、まず飯が、空腹値がやばいんで、これをどうにかしたい。で、筋力 XP があるんだけど、正直もう鎧いらなくねえか。鎧いらないで捨てていこう。身軽に行きましょう。重量超過にしてもね、きついちょっと。ここら辺、ちょっと待って、いるな。あれ、人いるの、ここ。クレイジーって書いてない？気のせいか。クレイジーだね。買い物なんてできるのかよ、ここ。お店ないよね。よし、今回はまだマシですかね。生きていけるかもしんない、多少は。
筋力値がとりあえずまずいね。早々にこれ筋力改善しないと、そもそもが、あいつぶん殴って持ち上げた方が筋力倍だよな。あれと戦うか。あれと戦ってみるか。大丈夫。ゼロでしょ。任せだって、こっち、マイナスでも、やるからそれなりに。よし。第一戦、クレイジーとの戦いだ。武器は持ってるな。よし。サクッと決めな。よし。いけ。すげえ遅え。ガードされて当たり前。防御だけは早い。やば。このスピードよ。勝てんのかよ、これ。近接マイナス28でしょ。これまずいね。あ、痛い。まさかの。これに負けんのか。あ、痛い。え。嘘。やられちゃう。こいつに勝てないの。マジで？マジで言ってんの？こいつに勝てないじゃん。あ、痛い。命中率マイナス。これ、殺さないで。やめて。嘘。1に勝てない。痛い。マジかよ。1に勝てねえじゃん。これ完全に当たんないんじゃない？攻撃。これ。これまずいな。勝てねえじゃん。レベル0に。どうしたもんかね。命中率マイナス18で一生当たんないか。いや、これ想定外だな。で、しかも回復遅くね。あ、クレイジーのうちがあった。いや、というか、悪化してるからさ、回復しないわ、もうこれ。新しいゲームを始めていきましょう。うわ、マジか。戦わない方がよかった。ふう。なんかいいですね。女性キャラで今回いきます？女性キャラでいこうかな。ふう。この場所は？あ、ここか。これいけるかい？お、ちょっと待てよ。今回さ、ないわ。一生攻撃当たんないと思うんだけど、筋力41。これならいけるのでは。ピッキングができないで、ちょっと待て。これなら小バターいけるんじゃない？あ、いける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 。しかもなんかいい装備してる。ただ攻撃は一生当たらないんで、お金をどう稼ぐかですね。いやー、今回いい引きしたな。マジで本当に神に祈るしかないですね。いや、このスタートいいですよ。問題はね、あるんですよ。第一関門っていうのが。このステータス以外にあるんですよ。実はね。自分始めた時、それができなくて、やべえ、どうしようかなと思ったんだよね。ただ致命的だよな。攻撃当たんないって致命的だな。やべえ、放浪商人がいるけど。大丈夫かな、近く通って。いや、懸賞金ないのでかい。とりあえず小バター行こう。ちょっとね、確認したいことがある。同鉱石掘っていく？どうだい？あ、でも安く設定されてそうだな、さすがに。さて、小馬隊ついて、第一に確認しなきゃいけないことがあり、これ何これ？これは傭兵か？呼び込みが。あべ、止まったな。大丈夫かな？呼び込み止まっちゃったけど。さあ、ここよ。第一に、話せる？出たよ。
やってくれたよ。これが、これ絶対入ってんな。そうなんですよ。多分これ確定で人と話せないんじゃないかな。だから商売でき、買えないんですよ、荷物。売り買いできないんですよ。売り買いできないからな。うーわ、何これ、大丈夫これ、このヒーローたち。で、こいつらに勝てないでしょ。そうすると、あ、待って、ピッキングは、あ、ピッキングもできないじゃん。これ、積んだんじゃないかな。あ、でも、いやー、でも飯食えないかな。と、一旦逃げよう、でも。どうしよっかな。いや、トレーニングをすれば、プラス5までは上がるんですよ。ただ問題はその間の食事ですよ。奴隷衆いるわ。え、このマイナス状態でどうにかできるかな。食料確保しないとまずいから、敵対は、あれにはなってないんだけど、これ一生当たんだよね。基本命中率マイナス31%って当たるわけないじゃないですか。サイバー防御はあるか。まあ、ちょっとまず行きましょう。物を盗むしかないかな。なんか立ってる。柵が立ってる。人と話せないの致命的だよな。で、お金がないでしょ？どうしたもんかね。食料を自力でゲットしつつ、トレーニングをしないと厳しい状況。で、ピッキングが今回ないから、かなりやばいね。ピッキングだと奴隷解放もできないんですよ。これきついっていうか、待ってよ。0% 以下はさ、ピッキングできないってことはさ、もうピッキングこの人できないじゃない？どうやって奴隷解放する？逆に。こうでしょ？で、まあ、天使とかいるわけだけど、当然話せないわけですよ。で、ピッキングやるにしても、これ、0% だと技術がないってなるんですよ。で、マイナス93でしょ？じゃあ、これ鍛えるにはどうしたらいいってなると、忍者のところ入れば、いけるんですけど、それをやるにも、結局、会話とお金が必要になるんですよ。で、そもそもの第一人目をどうにかして私は見つけないといけないのに、ピッキングができないんですよ。積んでねえか。あ、でも、ちょっと待て。可能性があるとすれば、この状態で生き残る可能性があるとすれば、建築さ、建築何やんの？基本的なの。あるね。トレーニングダミー。ピッキングじゃないこれ。ランチボック、え？ロックピックでしょ？トレーニング上限。アタックもあるね。鉄板4であるね。これらをすることによって、戦闘力を戻すことはできるかもしれない。ただそれをやるには鉄板とかが必要になるんで、結局向かう先となると、ここの食料庫ぐらいしかちょっと今のところ自分思いつかないんだよね。他なんかあったかな。そっちの方ちょっと向かいましょうか。賞金首がついてないだけマシかもしんない。問題はこれ空腹時がね、持つかどうかなんですよ。私のね。出たよね、ほらね。こういうやつら来るわけですよ。これなんかないの？水、グリーンフルーツ。
グリーンフルーツ食べ物じゃねえんだよな。まずは、こうしよう。来いよ。来てみなよ。来な。ほらほら来なよ。どうせ攻撃は当たんないんだよ。攻撃当たんねえっていうかもう絶望的だよね。これマイナス93とマイナス97ってさ、余ダメージ当たんねえし、攻撃の振りがあの速度でしょ？だが大丈夫だ。私たちには侍がいる。よし、戦え、皆の者戦うんだ。で、今私が鍛えるべきは、防御体制。風どこ行くの？自己防衛。違う。いや、これにまみれて、私も攻撃するんだよ。いけ！当たんないだろうけど。当たんないだろうけど。え、ちょっと待って、もう腕やられたの？そんなことある？なんで筆振ってんの？刀よりさ、こっちの武器の方がよくねえか。この武器の方がまだ戦えるんじゃないか。回避スキル1.05。まだ扱える武器を拾った方がいいだろう。こいつら犯罪者じゃねえ。よしよし。よし。当たんない。向こうのやつどうなってる？行くぞ、侍たちよ。よーし。味方が強いから。すげえ、転がるモーションできてるからね。ほい。危ない。はい、振って。やけに転がるじゃないの。転がったところだよ。つけ！当たった。やばい、ワンチャンよくない。ここから腕の見せ所よ。よっしゃ。犯罪者どもが。ワンコロが。貴様の肉はいただきだ。我が食料となるがいい。獣の皮もちょっと取っとこうか。よし。よし、ご飯の確保ができた。素晴らしい。犯罪者よ。あいつら倒しに行くか、クロスボウ野郎ども行くか。今の私に恐れるものはない。行け。うまい具合に真ん中のやつを狙うことによって複数人の攻撃を誘っていくからね。ほい。痛い、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 痛い。危ない。あめえぜ、こっち防御力あんだかんだ。防御はあるからな。よくない。よし、ちょっとずつね。ちょっと待って、クロスボウの適性はあるじゃないの。クロスボウの適性があるじゃないの。待ちな。これは、近くボーナスマイナス10。クロスボウは直、あー、近くボーナス減るのやだな。ちょっとこれで近くボーナス増やすか。この靴は運動能力1.3上がるのは素晴らしいですね、個人的には。これは攻撃ダメージボーナス。3耐性あるね、素晴らしい。希望が見えてきた。刀ね、正直ね、今は刀を使うべきでないよね。こういう感じですよ。よし。弾をいただきだ。犯罪者どもが。これに転がってんの。あれがつかないのか。懸賞金つかねえか。いたいたいた。ちょっと待て。お前が奴隷化する前に、私はこの懸賞金でお金を稼がしてもらう。都市連合だろ？
奴隷は楽しいのじゃねえ、まったく。よし、来た。人と話せなくてもお金を稼ぐ方法はいくらでもあるんだよ。刑務所こっちだよね。ポリスめ。ポリスめ。ポリスめ、この奥か。やべえ。なんとか生きていけそうな気がしてきた。そして私の鼻水もそろそろやばい。4度目の正直で。筋力値これで持ってる。あ、筋力値あるからまだいいんだよ。今回。よーし、行こう。空腹も満たしたな。エリスがいる。話せないんだ。申し訳ない。入れてあげたいとこだけどね。むしろ入ってくださいって感じですけど。あれ、警察署。なんかさ、形変わってね。こう建物あったっけ、こんなの。警察署どこだい。こっちだった。あれ、俺の見間違いか。こんなとこなかったよね。ほい。警察と仲良くなれば、このトレーニングジムも使えるようになるんで。檻へ入れる。多分これでね、大丈夫じゃないかな。大丈夫だよね。しまえばお金もらえますよね。よし。お話ができなくてもこういうことができるんです。で、必ずね、街の中にはね、ベッドというものがね、あるでしょう。キャンプベッドぐらいあるでしょう。体力的にどう？包帯が欲しいけど、買えないんだよね。しょうがない。キャンプファイヤーをしましょう。キャンプファイヤー、野営かな。ドライミート作ろう。なんか作れないでしょ、多分。だよね。この赤いゲージどうにかしたいけど、包帯的なもんがないんだよね。医薬品がないんですよね。ちょっと待って、ワンコールいるじゃねえか。肉くれ、肉。素晴らしい。これ攻撃したら怒られっかな。攻撃しちゃえ。いけ、68の力を見せろ。援護だ。食料優勢。よし。でね、弾も回収したい。よし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 。利用していかないとね。あれ、持ってないね。こっちか。弾。これいらで。で、クロスボウ持ってんで、腕当たった。よしよしよし、協力したんでね、もらいますよ。そしてもう鼻水がそろそろ限界なんで、今日は一旦ここら辺で終わりにしようかな。ちょっとね、鼻がブズブズっていうかね、もう鼻水出すぎてね、ゲームにならないんですよ。まあ、ただ、今回良かったのは、賞金首がついてないっていうのと、あれ、どれで見んだっけ？もう久しぶりすぎちゃってね、勢力図の見方も忘れちゃったよ。あ、これか。おかしいな。賞金組は上げたんだけど、上がんないで、そううまくいかないということですね。とりあえず、キャンプファイヤーだけ作ってお肉食べたいんだけど、よし。あれ？
よし。肉投入して食べてこう。これでなんとかね、食いぶちはなるんじゃないかな。よし、いいよ。これでなんとかして鉄板とかを獲得しつつ、トレーニングジムですね、やってまず戦えるようにする。まずこの近接攻撃か、いやピッキングだね。まず、まあ両方なんですけど、この両方をどうにかしないと、あの奴隷解放ができないので、直近で必要になるのは鍛錬のシーフボックス、これを作りたい。でレベルの高い方のがいいのかな。正直レベル1でよくない？鉄板3個で済みます。まあそれ以外にね、こういうのもあるんですけど、トレーニングの上限っていうよりはまずはレベル11まで上がってくんないと何も始まんないんで、鉄板最低3個あればいい状態かな。これをまず目指すために、まあホーリーネーションとは敵対もしてない。あ、でも女性か、敵対はしてないんで、ここのオクラのところ行って、まあちょっくらお金を、あ、でも賞金首無理だな、人と話せないからダメか。やっぱ自力でちょっとピッキングスキルで人を確保しないとまずいんで、ここのオクラのこの倉庫みたいな食料庫のところ、あそこね、多分鉄板とかあると思うんだ。あとここら辺のなんだろう、このスケルトンを味方にするところ、ここにもね意外とねあるんですよ。あ、ここか、ここ付近のウェンドのところ、この周辺、ブラッドスパイダーがいるとことかあるんですけど、あそこら辺意外と武器とかも落ちたりするんで、あそこら辺をちょっと利用して、資材集めて、で、ピッキングか、建物建てないとまずいかもしれないな。建物建てないとまずいってなると、一番小さな小屋が欲しいところですよね。そんなでっかいのいらない。ちっちゃいのないの。いや、ねえのか、マジか。こんなのしかないの？建築技術マジでこんなのしかないの？ちっちゃいさ、あるじゃん。いや、それ無謀だって。わお。何これ、こんなの作れちゃうの？足場。マジか、ないね。一番ちっちゃいさ、小屋がないんだけど。さすがにテントとかじゃさ、ダメだよね。研究台？でもなんか最初からもう研究ある程度できてるよね。最初から作れるのはいいんだけど、ちょっとね、資材の量が多すぎるね、これね。これ研究すればどうにかなるのか、2000キャットお金貯めれば小屋買えるんで、ちょっとこの辺で反乱農夫狩りした方がいいかもしんないな。反乱農夫とか砂忍者、あそこら辺を釣って都市連合とかに倒してもらうのがいいかもしれない。ちょっとで、ここら辺にある小屋買えないの？ここら辺の売ってない、売ってないね、売ってないね。どこも売ってない。本当に。売っててもいいんじゃないですか、どっか。あれ、買えないじゃない。マジか。どこも買えないね。お店売ってないわ。
そういうことしちゃう。ダメだって、買えないじゃん。やっぱ自力でなんか作るしかないね。まあ、それかここがちょっと買えないだけかもしれないんで、他の町見ながら、まあ、動物のお肉でお腹を満たしつつ、まあ、ちょっとずつちょっとずつね、慎重にこの大事な、せっかくね、生き残れる可能性が出てきてますのでね、ちょっとこれでね、頑張ってね、やっていけたらなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。